まあ、もう見てるからな。はいだ。おいや、ちょっと目覚めたぞ。おい、なんやこれと。なんかいいなやけど、結構行くね。行きます。うん。なんか氷屋感出てる。ああ、確かにちょっとカチッと感あるよな。はい、ありますあります。インナーでも結構あるから、アウターもっとあるやろなって思うな。気持ちいいです。よいしょおいよカズカズ早いって言うんだやばいおいエゴめちゃめちゃ打ちやすいほんま距離みたいなとこあるんですけど収まるんでやっぱなんかアウターのあの嫌なオーバーみたいなのがあんま出ないです、うん、なんかアウターっぽくないよねっぽくないな僕は結構好きな方ですでコマに言ったらじゃあ使うのどうですか、うん、だから今の長径感と比べてあそういうことやから比べたら長径感の方がいいです何がいいの相手のリアクションにずっしり来てる感じがしてそれは思われますよじゃあもう一回ああ、リキムはあるよね。あ、全然軽いわ。たまですか。うん。だからちゃんと打ってほしいね。一回2択で打っていいですか。おお、いいよ。そうなんじゃあビクタス打っていいですかとかってくるやん。いやいや、けどいつものこの普段打ってる感じと同じようにやっぱ。ああ、そうか。ちょっと期待してるからこそ。ああ、そうか。はい。帰るのね、よかったら帰ります、どうですか、まあまあまあ、あー、打ち返されるやつだうわまあ、多分そんな変でいいと思ったいやー、僕心折れて。取りました。あ、お願いします。うわ。あ、今のオールの処理が悪かった。うわ。いい感じだね。おお、いいね。めっちゃいいです。ちょっと早いで行きましょうか。あ、お願いします。はい。はーい。はい。わあ、なんかあれやな。コントロールできてない感じある、ね。こっちはなんかちょっと、もう出てないけど。なあ。やっぱ出てるっす。ああ。すいません。はい。あかんのじゃん。ちょっと重いかも。あ、もしかしたら C っていう部分もあるかもしれない。俺 R でしたから。ああ、ちょっと違うな。
はい、はい、あ、違う違う。あ、だっておかしかったもん。こんなやつもん。ほんまにおかしかったもん、あれ。はい、あ、はい、あ、重ったこれ。重いっすよね。これ重い。俺が知ったやつじゃないけど、まあまあ言った通りやもん。だから取りやすいとかそういうな、韓国のやつ嫌やな。重い。そう、重いし硬いやろ、はい、うん、これはちょっと重たいですか。あの時にお酒に筋肉増力剤みたいなやつ入ってた。ドーピング。パパがめっちゃ悪いやん。あー、ほんまや、めっちゃ辛い。違うんだよ。なんでこんな重たく感じんねやろ。これやったら普通にタマスのアウター使うかな。はい、もうちょっとやっぱ好きなメーカーやからな、まあ、こういいこと言ったみたいねんけどな、ちょっと言いようがないな。はい、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 53の方がいいんだな。まあ、48ずっと言ったから。ああ、おお、ほらほら来てるっていうか回転かかってるよ、さっきより全然。そういうことやな。はい、はい、おお、はい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 、おお、はい、まあアウターは分かった。はい、ちょっとインナーを見て。はい、あかん。え、着てる感じだとこっちの方が全然着てんだよ。こっちの方がこう持っていってる感じがあるんです。威力もしっかり出るな、うん、その代わりまあスピードで言ったらちょっと落ちるな、うん、おお、やっぱりはい、さっきも泉君言ったんですけど、韓国のラケット、うん、なんか木が硬いから食い込ませたり持っていったりするのがめちゃめちゃ難しくて、それこそお前ウーゴ使ってる時もこんな感じだったんですよ、うんうん、スピードは出るけど球めっちゃ軽くて、こんなに美味しいんだよ。打てる、打ってては気持ちいいんですけど、うん、重いし、打ってて気持ちよくて勝てるんかや試合。いや勝てないです。やろ、だからけどまで言ってないです。あ、はい、勝てないって今まで今日ってやった方がいい。こいつ今日ってやるし。あ、かしこまりました。安泰やからさっきより早いな。全然やわ、来てないです。ちょっと見て、はい、ちょっとよ、みんなやしな。はい、持ってないっていう証拠ないもんな。どんだけバン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 普通だったらポーンっていくもん。確かに、うん、ちょっと痛いかな、硬いんかもしれないな。それってあれだろ、割れてるかどうか分かんない。これで硬いかどうか分からんのみたいな。あ、分かった、まかないからカウンターしやすいみたいな。あー、うわ、全然違う。さっきの抜いてたでしょ。抜いてない、抜いてない。ラケット変えたらそういうことやねんって。音が違うもん、うん、なんか。いや一緒やな、まるっきり一緒や。そう、ごめん。うわ、全然ちゃうわ、硬すぎ。あ、うん、もうち
ちょっとアングルが柔らかいメーカーやと思ってたわ。やからちょっと硬いのに挑戦しようかな。そういうことをなちゃんと言ってほしいよな、あーメーカーがあったら。今回ちょっと板硬くなってる仕様やから、もしかしたらこう分かるかもしれないけど、硬いの好きやったらいいんちゃいますみたいな。コンコンして分かる人分からない人もいるわけじゃないですか。コンコンできない人もいるわけじゃないですか、うん、ショップに行けないとか近くにない。そうやろ、はい、だからそういう情報を出さなあかんんだけど、そんなんさあこれ1万円ぐらいで別に買って、あ失敗したわ、まあ、違うの買おうとか言うけどさ、2万も3万もするわけやろ、はい、失敗できんやもんな、はい、そういうところがなんだから真心じゃないねん、おもてなしの精神ですから、うん、そういうところすいませんあれ何でもしたの。安心感あの、あの別にデビューしたいわけちゃうの、はい、俺いいだけってないだよ、はい、だからこうやってわざわざな、はい、お昼の2時に、はい、足運んでな、うん、打ってな、はい、で出してるわけやってな、いいだけってないだよ、はい、まあ、しょうがないだけっていらんのよほんまに、はい、デビュー者じゃないから、はい、確かにそう、自分の中使いたいものを発信して、みんながまあそれ見て、あ、あの人はこう言ってああ言ってるので判断してもらうことやからさ、はい、デビューをさ、棚橋さんとかさ、確かにそう、こうやって、うん、こんなん、売ったことあるわ。おお、いいな、アウトやな、アウトアウト。おー、いいわ、早い、早い、オッケーオッケー、みんな行こう、はい、あー軽いよー、やっぱりだから順には合ってないって言われてもしないしな。そうですね、僕やったらやっぱアウターっすね、うん、もうちょっとな、ポチッといって、あ、点ない、はい、で、添える、はい、おー